本家西尾八婦橋、京都市東山区本家西尾八橋は、本家八橋に集株式会社の店名で、京都市左京区商語院商語院西町に本社を置く、八橋などを製造、販売する企業である。直営店では、ほとんどの種類の八橋を試食できる。1689年、山城国阿たご群商語院村八橋屋として、開業。 同社の写真紹介によると、三河国八府橋の古事に感銘を受けた、元禄時代の西家が橋に似せた米粉のせんべい菓子を作ったのが西尾八婦橋の由来という。1824年連熊野神社へ、八婦橋やため次郎が絵馬を奉納西尾の八婦橋が有名になるのは明治時代、西尾ため次が十二代目当主となってからとされる。彼は明治29年、 17歳での貸子白金賞受賞を、皮切りに180余りの出展を重ね、明治33年にはパリ万博で銀賞を取った。熊野神社境内には、平安県と1200年祭の記念に、八橋発祥の地位渋みが建てられているが、ためおさむも八橋不及の功績が評価され、一緒に銅像が建立されている。現在は、本家八橋に塩株式会社として営業。 1969年には、京都府から京都府会長100周年を記念し、開業100年を超える唯一の八橋の老舗として表彰された。ありがとうございます。